1954年、菊田和夫は日本の劇作家、作詞家。本名は菊田数男。元妻は女優の高杉太子。娘の菊田委子は作曲家。岩手県欧州市にある菊田和夫記念館神奈川県横浜市生まれ。生まれてすぐ養子に出され、生後4ヶ月で両親に連れられて台湾に渡ったが、間もなく捨てられ、 点々と他人の手で養育された末、5歳の時、菊田家の養子になった。台湾上北小学校に入学したが、学業半ばで役ど問屋に売られ、年期暴行を務めた。その後大阪、神戸で小僧をして野学に学ぶ。1925年に上京。印刷工として働く傍ら、萩原作太郎や佐藤八郎、林文子、小野十三郎らと出会い。 佐藤の世話で浅草国際劇場の文芸部に入る。その後、1933年に古川六波らにより浅草時技で旗揚げされた劇団笑いの王国に雑木作家として迎え入れられ劇作の道に入った。1935年六波が対団して東方に所属。翌1936年に菊田も東方に移籍して、 東方文芸部の主力となり、戦時中は岩手県江差し市に疎開した。戦後間もなく、作曲家の古関雄二とコンビを組み、数々のラジオドラマ、テレビドラマ、映画、演劇、ミュージカルを手掛け、多くのヒット作品を世に送り出した。特にミュージカルにおいては、戦後の日本ミュージカルの草分けと言われている。二人の代表作は、ラジオドラマ、映画では、金の鳴る岡。 君の名はシリーズ、あの橋のあぜでシリーズなど。舞台では、トンコウ、ノレン、ガシンタレ、放浪記、風と共に去りぬなど。楽曲では、イオマンテの夜、雨のオランダ坂、フランチェスカの鐘など、多岐にわたる。1955年、東方の取締役に就任する。1957年には、芸術座を開館。東方演劇部の総帥としての仕事の傍ら。 映画や定劇、宝塚歌劇などの舞台の原作、脚本、演出をはじめ、小説の執筆にも、精力的な活躍を続け、数々の名作を世に送り出した。ミュージカル、マイ、フェアレディの上演系を獲得し、日本で初めて、ブロードウェイミュージカルを舞台に乗せた。以後、日本のミュージカルの世界は大きく羽ばたくことになる。また、画面ついやつ、ガシンタレ、のレン。 花のおれん、どぶ池、道頓堀など、大阪を舞台にした作品により、大阪者は、菊田和夫と称賛された。東方のプロデューサー池野光の企画により、1960年には、劇作家の生活向上を目的として、川口松太郎、中野実、北条秀治、菊田和夫で、劇作家4人の会を結成。菊田は、民社党の支持者でもあり、 1962年4月23日に開かれた学者、文化人による民社党を励ます会に、尾崎志郎、徳川無生、平林太子らと共に出席、民社党に送る、忘れるな大衆の願いをと題した二編の詩を送った。1973年4月、数年はあずらっていた、糖尿病に脳卒中を併発し、慶応義塾大学病院で死去した。 去年66、海名は、クオンイン法商ヒヨットコジ。ライバルでもあった、劇作家の北条秀次は、菊田ほど仕事の好きな男を、私は知らない。その仕事好きが彼を大成させ、そして、彼を殺したと記している。1975年、菊田の功績を記念し、演劇界の発展を願って、菊田和夫演劇賞が、東方により創設された。 大衆演劇の舞台で優れた業績を示した芸術家に対し、毎年4月に、菊田和夫演劇賞が贈られている。センタニ・道夫、小三郎さん、国士 P27、北条秀治、演劇大兵器、P193 連載小説空間する伊藤、成功、父四から一 u i 労働歴史館、劇作家、小菊田和夫の死、忘れるな大衆の願いを、が寄贈され、 ありがとうございます。